はい、今日は柳のレベル3のストーリー見ていきたいと思います。なんかこれ一回見てるっぽいんですけど、この1話の分は全く内容覚えてないっす全く覚えてない。先日も違う分野の本を読んだのはなかなかいい経験になったな。うわマジで覚えてないな。これ多分生放送中に読んだ話、読んだっていうか見た話だと思うんだけど、たまには馴染みのない芸術に触れてみるのも面白いか。全然覚えてない。しかし芸術にも様々なものがある。何にすべきか考えなければ。え？なになになに？あれは表底の押したりに四天王寺の財前、参考までに聞いてみよう。うん、てかどんな組み合わせ？時に押したり、そして財前、お前たちの趣味を教えてくれ。いやこれはなんか覚えてんな。いきなりだなっていう話をした気がする。近づいてきたと思ったらいきなりなんやね。いやまあそりゃそうよ。これは押したりさんの言う通りよ。どうせ知ってるんでしょう。確かに。押したりはラブロマンスものの映画、財前は音楽、特に洋楽だろ。じゃあなんで聞いたんだよ。いや知ってんのやったらなんで聞いてん。なんかこれ全く同じこと言ったような気がするな。というか普通に知ってるもおかしいんやけどな。確かに。ほんでいきなり何なんすか。趣味をね、趣味という見聞を広げたいだったっけ。何だったっけ。俺はいつも同じ芸術に触れていると思ってな、他の芸術にも触れて世界を広げようかと思ったんだ。いやこの考え方マジで素晴らしいよね。柳レンジっていうなんか人間を表してる。ほう、殊勝なことやな。すごいよね、いろんなことを知ろうとするその探求心がすごい。ああほんなら息抜きに見に行きたいと思ってた映画があるから一緒に来るか。思い出した、これ覚えてる覚えてる。ああぜひ。そうそう、一緒にこの二人でラブロマンス見に行くんだよ。財前はどうや。財前は来ないからこれ確か。俺はパスっすわ。ほらなら二人で行こうか。なんやラブロマンスを男二人で見んの不思議な感じやけど。いやまあこちらからするとね、イケメン2人がラブロマンスをね見に行ってるってことは、ああなんかそういう関係なんかなみたいな。俺は構わんって思うんかな。私はよく分からんけど。そうか、ほな行こうか。 BL というものにあんまりあれなんで、うん、あまりあれ、いや悪いとは思わないけど別にすごく好きというわけでもないし、かといってなんか興味があるかと言われたら、うーんそんなでもないし。なるほど、ラブロマンスとはこういうものか。もっと典型的な作品もあるのだろうが、今回は少しダークな一面もあり思ったよりも楽しめたな。いやめちゃくちゃいい声だな。どうでもいいかもしれんけど、すっごいいい声だね。どうやった？面白かったらしいよ。趣味にするほどまではいかないが面白かった。いやたまに見に行くならいいんじゃない。てか男2人じゃなくて私いるから3人だよ。内容自体もあらすじから推察できないことが多く楽しめたな。へえ、マジでどんなやつ見てるのか知りたい。具体的な内容をお願いします。自分では絶対に選ばない映画だったから非常にいい経験ができた。礼を言う。いやーこれすごいいい考え方だよね。人の好みは千差万別やからな。楽しめたならよかったわ。いやよかったよかった。この二人って身長同じぐらいなんだな。また行きたなったら声かけて。柳がすげえでかいイメージあるけど、こうやって見るとそこまででもないんかな。ああ、そうさせてもらおう。おー、これ2話見たっけ？私覚えてないな。はい、
では柳のレベル3の第2話見ていきます。趣味をこれで欲しいものは調べるみたい。少し早いが帰るか。ちょっと待って、これまた全然関係ない話になったな。ん、あれは第1話となんか見聞を広めるみたいなことで、なんか第1話はみんなが何をどんなことを趣味にしてるかみたいなのを調べてたような気がするけど、そして押したりデートにね、お前も何か買い出しか、言ってましたよね。恋愛映画を二人で見に行ったんですよね。ああ柳さん、これからミュージックカフェに行くんすわ。あでもやっぱなんかその話の続きっぽいな。ミュージックカフェって何、初めて聞いたんだけど。何でもカフェってつければいいと思うなよ。おミュージックカフェか。私が知らないだけ。メジャーなのミュージックカフェって。これは新たな芸術に触れるいい機会になりそうだ。あ、まさか一緒に行くのか。財前、俺も同行して構わないだろうか。絶対びっくりするよ。えって言うよ。見といて。え、あやっぱり。ああそういえば違う芸術にとか言うてはりましたね。よく知ってらっしゃる。あれ第1話出てたっけ。財前いたっけ。まあええですよ、好みに合うかどうかは分かりませんけど。財前ってでもロック系じゃないの。いろいろ聞くんだっけ。構わない、まずは触れてみるのが大事だからな。あーでもその考え方は本当に素晴らしいよね。ほな行きましょうか。合う合わないもいろいろでね、人それぞれ。いつものカフェ、もう何回見たかわからん。もうテリプリのキャラよりも見てるよこのカフェ。どうしたんすか。登場回数多い。ああいや、普段あまり耳にしない音楽だからな。そうっすよね、柳さんがインディーズ聴いとったらビビるわ。インディーズ、しかもこんなゴリゴリのロック。おこれはインディーズなの。いまいちさインディーズとかよく分かってないんだけど。はい、ここの店俺の好きなインディーズの洋楽をようかけてるんです。メジャーデビューをしてないバンドとかの音楽ってこと？インディーズってよく分かってないんだよね。よく聞く単語ではあるけど、なんかきちんと調べたことないよな。違いがよく分からんが、俺の知らない世界だ。ねえ、私もよく分かんないんだ。一緒だね。一緒だね。そらよかった。確かに。それにしても、そこかしこに本が置いてあるんだな。え、本？いや、私の目には全然見えないけど。洋楽メインの店ですしね、インテリアで洋書とか行さん置いてるんですわ。飾りなのね。お、これはなんかええもんありました。ああ、俺が好きな本の洋書版だ。まさか日本で出会えるとは思っていなかった。よかったね。いや一緒に来てよかったじゃん。ちょっと違う方向性だけど、ここ置いてある本買えるんで、それも買えますよ。マジか。本当か。いや海岸モデル本当あるのすごいよなこれ。やっぱり本好きなんすね。本好きだよね。そうだな、今日は違う芸術にと思ったのだが、やはりつい手が伸びてしまう。いや全然ね、いいよね、そういうのきっかけにね、欲しいものが見つかったりするんだから。よかったじゃん。やめておくか。いやいやいや、買ったらいいと思うけど。いや、なんでそうなるんすか。真面目か。真面目かって突っ込まれてる、柳さん。いや、真面目でしょ、どう見ても。誰がどの角度から見ても真面目でしょ、この人。こうたらええですやん。好きなんでしょ。うん、お、そうだな、では買うとしよう。もし本当にこの後さ買わずに出てさ、やっぱ買っとこうかなって思って戻ってきたら誰かがね買ってるかもしれないし。いやーよかったよかった。
はい、レンジのレベル3のラスト見ていきます。おなじみのメンバー。今日の練習も実に身になるものだった。データの整理をしてからいよいよ先日買ったこの本を読もう。ああ、あそこでね、買った本ね。どんな役になっているのだろう、楽しみだ。誰、え、待ってよ、あのね、すいませんね、またあのレベル2をねやってからねしばらく時間が経ってるんでね、誰かと一緒にね、あのどこかに行ったっていう記憶はあるんだけどね、やばい、わからん誰だったっけ。いや、柳、記憶喪失。珍しい本を持ってるじゃないか。そうそう、全然ね、自分の趣味じゃない場所に、財前だったかな、あ、財前だったかもしれん。財前と一緒に行ったところで自分が欲しかった本があったんだよ、確か。ん？洋書か。違ったかな。ああ、そうなんだね。いや、それはすごいね、覚えてるの。先日財前とミュージックカフェに行った。ほら、その時に見つけたんだ。そうだそうだ、ミュージックカフェだ。当たってた、よかった。俺の好きな本の洋書版で思わず買ってしまったね。ついて行ってみるもんだねっていう話したよねへえ、いいものが見つかってよかったね、うん、ちなみに文学以外の芸術はどうだったんだい。そうだな、自分一人では決して踏み入れない世界だった。いや、でもそういうのをなんかきちんと分かってくれるから、この人は。いや、だから好きなんだよねそれに突然の告白、1階のメンバーの誰とも違う趣味で珍しかったぞ。そういうのね、なんかちゃんと楽しめる人だからすごいなと思うそうだよね、特に俺たちは趣味も似ているし、新しい刺激は見つけにくい。あ、そうね、似てる趣味を持ってるからこそ、あの一緒にいて居心地がいいとか、そういう感じだもんね。うん、確かに真新しいことは出てこんな。それはそれで落ち着くが。そう。あ、その通りだ。今回は刺激を求めて新しい世界へ足を踏み入れたが、望んだ通りいい刺激を受けた。お二人と一緒に恋愛映画見に行ったんだよね、確かね、第1話って違ったっけ。違ってたらごめんなさい。いや、もうそんなんもう想像できんもんな。知らない世界を知ることは自分の世界も広げる。おしたりと財前にはとても感謝している。いや、当たってたわよかった。だが同時にやはり好きなこと、そして落ち着くものは文学だと改めて分かった。うん、それはね、それでいいと思うし、全く違うものになんか触れてみようという、まず気持ちがすごいなと思う、私は。柳のそういうところがとても好きだろうね。その本を持っている柳はすごく楽しそうだ。いい経験ができたみたいでよかったよ。そんなすっごい真剣な顔でもうちょっとなんかにこやかに言ってんのかなって思って、雪村の顔見たらすんごい真剣な顔して言ってたわ。ああ、今度二人もやってみるといい。あ、でも真田もね、意外とね、ゲームやったりとかしてたもんね。しかも上手なんだよ、この人ゲーム。いや、あれは本当意外だったな。そうだな、考えておくよ。雪村様はゲームめちゃくちゃ下手そうだななんとなくだけど。はい、というわけで柳のレベル3のストーリーでした。すいませんね、レベル1じゃないわ、第1話と第2話撮ってからね、多分1ヶ月ぐらい空いてるんじゃないかなと思うんで、ちょっとちょこちょこね、まあ動画見てからやれよって話ではあるんだけどなんとなくでしか覚えてないところもね、あったりするんで、申し訳ないです、見づらかったら。はい、というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。